世界アジア東、アジア日本南西諸島、札南諸島、アマミ群島、アマミ、大島、マネンザキ、スミヨウチョウ、チクマングローブ原生、林金作、原原生林、アマミ、大島は、九州南方海上にある島、アマミ群島の主要な島で、単に、大島とも言う、面積712.35平方キロメートルで、あり、本州など4島を除くと、佐渡島に次面積5位の島である。 年間の日照時間が日本一短い。大島海峡沿岸や湯安岳などは、奄美群島国立公園の一部となっている。1901年2月12日に降雪が記録されていて、115年ぶりに2016年1月24日にも降雪が記録されている。奄美大島の海岸には、サーフィンに適した波があり、サーファーたちに人気がある。台風の通過が多く、 毎年のように崖崩れや農作物などへの被害が発生するほか、2010年10月には記録的な豪雨が島を襲い、3名が死亡した。浜辺、海小城の鯉は無名の岩を除く。奄美群島植物小産地にはスダジー、イジュー、島猿滑り、祖鉄、カジュマル、ビロウ、ヘゴ、島大谷渡りなどの樹木が生え、海岸付近にはアダン、赤鉄、 浜びはシャリンバイ、草戸べらなどの低木が生えている。また、サトウキビ、ビワ、タンカン、ボンカン、バナナ、パパイヤ、マンゴー、メロン、パイナップル、スモモ、パッションフルーツなどの温帯、亜熱帯植物が栽培され、琉球松などの植林が行われている。奄美市住養町に、日本では、入り表島に次ぐ広さのマングローブがある。同学部には、 日陰ヘゴなどが生い茂る金作原原生林がある。特別天然記念物天然記念物以上の天然記念物は地域を定めず指定されている。鹿児島県指定天然記念物ホエールウォッチング。近年ザト踏クジラの回復が進んだことで沖縄諸島に次ぐ本州を中心としたホエールウォッチングの基地としての可能性が注目され始めている専用の観光協会や ネットワークも結成され、商業的展開と環境保護の両立が模索されている。ニタリクジラやマッコウクジラ、オキゴンドウ、ハシナガイルカやマダライルカなども島の案内や周辺で確認されている。捕鯨時代には、シロナガスクジラやナガスクジラなども大島海峡に現れていた。絶滅危惧種詳細は、奄美群島の歴史を参照奄美大島を含む、奄美群島は、 大東諸島を除く沖縄県と共に琉球文化系を構成する。奄美語は琉球語の一部であり、基本的語彙や表現などの共通点も多い。これらは国際的には独立した言語とみなされるが、日本語の方言とする研究者もいる。一方で、奄美群島、とりわけ奄美大島の文化は沖縄県よりも九州以北に近い部分も少なからず、中間的である。 独自の文化を基礎に、時代により、九州以北や沖縄本島以南、また、中国大陸や、東南アジア方面などの影響も受けてきた。島を代表する、生産品である黒砂糖や大島紬は、中国大陸方面から伝えられ、小中や、知人、高倉は、東南アジア方面から伝えられたとも言われる。1185年の段の裏の戦いで敗れ、 落ち延びてきた、平家の落ちうたちにより、本土の文化が伝えられ、いくつかの城塞が築かれたとの伝承も残り、ゆかりの有森神社、雪森神社があり、隣の掛けろ魔党では、平助森を祭る、大田室神社に重要無形民族文化財の、初銅芝居が伝えられている。稲作の収穫を祝う8月踊りが夏に行われ、太鼓と共に民謡が歌われる、集落ごとに異なる民謡は、 島唄と呼ばれ、奄美方言で即興的に歌うことにも熟達した歌詞を歌者と呼ぶ。沖縄民謡と同じく三線が使われるが、奄美大島では、三味線や、蛇尾線と呼ばれることが多い。奄美の伝統的な船舶には、板付き船と呼ばれる構造船がある。後に、沖縄本島式のサバニと、奄美の板月船の接中系である愛の子が、考案された。島内には、 各集落ごとに複数の神社が見られるが、仏教寺院は極小ない。ただし、神社のほとんどは、江戸時代頃に土着の信仰から移行し設立された比較的新しいもので、高千穂神社などでは、薩摩と共通する六月闘行事が行われる。他に、島北部を中心にカトリック教会が多く見られ、明治以降に設立されている。 1892年3月より、フランス人神父によって、アマミオまでのカトリック宣教が開始された。人口に対するカトリック信者の割合が、国内でも信者の多いとされる、長崎県以上と言われる、劣勢調査中のドミンゴス、中村長八神父という海外に渡った初、法人宣教師が1923年に、ブラジルに移住する前に、アマミオまでの布教を担当し、 活躍した。現在の多くの墓形式は、今度と同じであり、沖縄県の菊公墓は見られない。ただし、白的触れ墓群に代表されるトフルやむやと呼ばれる、菊公墓の全時代形式の墓所が存在する。これは、隆起三五章が形成する崖に横穴を掘り、封装したり寿司亀などに一骨を入れて保管するもので、ある。隆起した砂丘二十数期の横穴墓があり、400年以上。 前に構築されて以来その全てがほぼ完全な形で、残り、内休憩が現役の墓として使われている。公的行事を取り仕切るノロは存在しなくなったが、ふや巫こと比較されるユタによる民族信仰は残存している。奄美大島のご市町村奄美下都合町瀬戸内町、大和村県村鹿児島県に属し、以下の市町村からなる。奄美市以外の町村は全て大島郡に属する。 金本吉継、徳岡和幸によって提案された都市圏。細かい定義等は都市雇用圏に即する。一般的な都市圏の定義については都市圏を参照のこと10%通勤圏に入っていない自治体は各統計年の欄で灰色かつ体で示す。甘み群島復帰50周年記念効果農業はサトウキビ、サツマイモの生産が主でタンカン、カ単ンカン、スモモ。 パッションフルーツ、マンゴーなどの果実栽培も盛んである。米は2期作が可能であるが、減産政策による経済作物への転換によって、新事業を除き、ほとんど稲作は行われていない。漁業はクロマグロ、カンパチ、真珠、クルマエビ、タイ、モズク等の養殖が行われている。瀬戸内町には世界で初めてクロマグロの完全養殖に成功した。 近畿大学の水産研究所があり、養殖されたマグロは近代マグロと呼ばれている。奄美群島でしか認められていない奄美黒島焼中が特産品として製造されている。伝統工芸の本場奄美大島つむぎは和服用の生地として極めて評価が高いが、和服を着る習慣の衰退のほか、島内業者による韓国島での生産指導、奨励もあって、 韓国産や中国産の輸入紡ぎに押され気味であり、一時期は業界で300億円以上もあった売り上げが、今では1、30以下まで落ち込んでいる。観光業としては、奄美パーク、田中一村美術館のほか、中部の山岳地帯にある金作原源成林の、トレッキング、南部の奄美市住用町のマングローブ林の、カヌー観光、同じく南部の瀬戸内町のサンゴ礁などが有名である。 瀬戸内町内の大島海峡では、シーカヤックも盛んであり、毎年夏には、アマミシーカヤックマラソンインかけロマが開催されている。アマミシカサリ町などでは、モーターパラグライダーによる観光も行われており、スタンドアップパドルサーフィンが楽しめる場所もある。大島に本店を置く、金融機関として、アマミ大島信用金庫、アマミ信用組合の二つがある。 三つの火力発電所と二つの水力発電所、計五つの発電所があり、島内に電気を独自供給している、天見空港天見市未明の名瀬港に入港する、琉球エキスプレス、フェリー機械乗船風景南部のコニア港と、かけろま島を結ぶ、フェリーかけろま名瀬港天見市コニア港、瀬戸内町一般路線バスコミュニティバス、一般国道主要地方道路の駅、ありがとうございます。